市場稲荷神社は、大阪府仙南市新立市場の熊野街道沿いにある神社である。陶器町の宗教法人名称は、稲荷神社。祭神は、豊江木姫大神、豊受姫狼で、蕎麦天皇が1108年に、伊勢下空から誕生したものである。灰神は、赤い神社及び、牛神神社。赤い神社は、 丹野は文書にある幻の大巨殺仏章寺の守護神であった。仏章寺は、織田、豊臣の寝頃攻めの際消失したと言われる。牛神神社は、牛の守護神で、毎年七夕の早朝に、農家は飼い牛を池で洗い清めて、参拝をした。鎮座地、四条村の由緒神ち四条は当時、ひねぐ新神総御所村と称され遠く、平安時代天皇貴族をはじめとして、 一般民衆の間に熊野茂出が盛んに行われ、白川上皇や言葉上皇の宿所になったので、一帯は新立草五所村と呼ばれていた。江戸時代になって周辺に種が立つようなり、特に年末には数町にわたって年の位置が開かれ、賑わったので五所村を四条村と改めた。この頃から商売の神様として稲荷が祀られるようになり、 史上稲荷神社と呼ばれた。稲荷とは、稲実る、なるの意味であり、農業をはじめとする旗りその高く産業の発展を、司る神を包災する、ヤ代の儀であって、伊勢内宮の天テラス大臣と共に、日本の始祖の女神であるとゆけ大宮の御神徳を、称賛する尊号である。宝石、食婦、商業、農業、建築等の神、稲荷神社の祭りで、 うじ子中から毎年十五件の当番が持ち回りで受け持つ。各うじ子のの先には、おかみあかりの大きなちょうちんを下げ、よそ村の親戚、知人などを招き、おしずし、蟹、あんこ餅等の料理を振る舞う。うじ子町古行の家が当番宿となり、八作の日に初寄り合いをして、祭りの準備にかかる。宵宮の暗くなる頃、第八社に太鼓のせ、伊勢音頭を取り、 提灯を持って、表参道から境内へ参拝、灯籠にお光を入れる。青年団が矢倉を、引き熊の街道を、北は大縄城の辻、南は牧野の教会まで往来い、途中市場青年会場と、当番宿で酒、魚で休憩する。本祭の十時半頃から、宇治子は宮のとばりでの座に出かける。当番は、とばりの裏手で祭事の世話接待する。 拝殿では、神主のノリと闇このおカの奉納があり長老七、人衆が祭事を行う。矢倉は十一時半頃に、宮入り、ザは、主演の最中である。村人はその宮入りについてくる。二時頃矢倉は宮を引き上げ、宇治神様を乗せた矢倉で、村中を練り歩く。ザは、矢倉の引き上げとともにお開きとなる。当番は夜になりまたお光を入れ。 夜11時頃に火を落とす。矢倉も小屋へ収める。当番宿は15軒の宿として大盤振る舞い。翌日は打ち上げへ行く。ありがとうございます。